長いボール逆サイド、ここはキーパー田口、吉尾が拾います。同サイド使っていって抜いてクロスを上げてヘディングシュート、決まった。高橋松田先制、26分、高橋翔平決めました。移籍初ゴールになります。高橋翔平初ゴール。まずねここの1対1からしっかりね、素晴らしい選択でしたよね、はい、その中で高橋あのスペース見つけて最後はね本当叩き込むだけでしたね、うん、で琉球としては前半初失点ですかね。そうですね、前半初失点になります、はい、うん、右からのクロスでした、うん、右もね、もう一回し